前回の続きからです父親の助けを借りようとは思わなかったし女中もきっとそれほど役には立たないだろう。というのはこの16歳ばかりの少女は。 前の料理女が暇を取ってからけなげに我慢していたが台所の鍵は絶えずかけておいてただ特別に呼ばれた時だけ開けるだけでよいということにしてくれと願い出て許されていたのだったそこで妹としては父親がいない時を見計らって母親を連れて行くよりほかに方法がなかった。 興奮した喜びの声を上げて母親はやってきたがグレゴールの部屋のドアの前で黙り込んでしまった初めはむろん妹が部屋の中が万事ちゃんとしているかどうかを見分したが次にやっと母親を入らせたグレゴールは大急ぎで麻布を一層深く またいつもよりしわをたくさん作ってひっかぶった全体は実際にただ偶然ソファーの上に投げられた朝布のように見えるだけだったグレゴールは今度も麻布の下でこっそり様子をうかがうことをやめなかった今回すぐ母親を見ることは断念した ただ母親がやってきたことだけを喜んだ「いらっしゃいな見えないわよ」と妹が言った母親の手を引っ張っているらしかった2人のか弱い女が相当重いフルタンスを置き場所から動かし 無理をするのでないかと恐れる母親の戒ましめの言葉を聞こうとしないで妹が絶えず仕事の大部分を自分の身に引き受けている様子をグレゴールは聞いていたひどく時間がかかった15分もかかった仕事のあとで母親はタンスはやっぱりこの部屋に置いておく方がいいのではないかと言い出した 第一に重すぎて2人で父親の帰ってくるまでに片付けることはできないだろう。それで部屋の真ん中にタンスが残ることになったらグレコールの動き回るのに邪魔になるだろう。第二に家具を取り片付けられたらグレコールがどう思うことか分かったものではない。自分は今のままにしておく方がいいように思う。 何もない裸の壁を眺めると胸が締め付けられるような気がするそしてどうしてグレコールだってそんな気持ちがしないはずがあろうかあの子はずっと部屋の家具に慣れ親しんできたのだからガランとした部屋では見捨てられてしまったような気がするだろうそれにこんなことをしたら 最後に母親は声をひくめたそれまでもほとんどささやくように物を言ってグレゴールがどこにいるのかはっきり知らないままに声の響きさえもグレゴールに聞かれることを避けたいと思っているようであったグレゴールが人の言葉を聞き分けることはできないと母親は確信しているのだ それにこんなことをしたらまるで家具を片付けることによって私たちがあの子の良くなることを全く諦めてしまいあの子のことを構わずにほったらかしにしているということを見せつけるようなものじゃないか私たちが部屋をすっかり以前のままにしておくように努めグレゴールがまた私たちのところへ戻ってきた時に 何にも変わっていないことを見てそれだけたやすくそれまでのことが忘れられるようにしておくことが一番いいと私は思うのよ母親のこうした言葉を聞いて直接の人間的な話しかけが自分に欠けていることが家族の間の単調な生活と結びついてこの2ヶ月の間にすっかり自分の頭を 混乱させてしまったに違いないとグレゴールは知った。というのは自分の部屋がすっかり空っぽにされた方がいいなどと真面目に思うようではそうとでも考えなければ他に説明のしようがなかった。彼は本当に先祖伝来の家具をいかにも気持ちよく置いているこの温かい部屋を洞窟に変えるつもりなのだろうか。 がらんどうになれば無論あらゆる方向に障害なくはい回ることができるだろうがしかし自分の人間的な過去を同時にたちまちすっかり忘れてしまうのではなかろうか今はすでにすっかり忘れようとしているのではないだろうかそして長い間聞かなかった母親の声だけがやっと彼の心を 正気に戻したのではあるまいか何一つ取り除けてはならないみんな元のままに残されていなければならない家具が自分の状態の上に及ぼすいい影響というものがなくてはならないそしてたとえ家具が意味もなく這い回る邪魔になってもそれは損害ではなくて大きな利益なのだ ところが妹の考えは残念なことに違っていた妹はグレゴールに関する件の話し合いでは両親に対して特別事情に明るい人間としての態度をとることに慣れていたしそれもまんざら不当とは言えなかったそこで今の場合にも母親の忠告は妹にとって 彼女が一人で始め動かそうと考えていたタンスと机とを片付けるだけではなくどうしてもなくてはならないソファーは例外として家具全体を片付けようと固執する十分な理由であった妹がこうした要求を持ち出すようになったのは無論ただ子供らしい反抗心と最近思いがけなくも そして苦労してやっと手に入れた自信とのためばかりではなかった実際妹はグレゴールが這い回るのには広い場所が必要でそれに反して家具は誰も見て取ることができるようにほんの少しでも役に立つわけではないということを見て取っていたのだっただがおそらくは彼女の年頃の 少女らしい熱中も「それに加わったのだろうそういう熱中しやすい心はどんな機会にも満足を見いそうと努めているのであって今はこのグレーテという少女を通じてグレゴールの状態をもっと恐ろしいものにして次に今まで以上にグレゴールのために働きたいという誘惑に駆られているのだ」。 というのはガランとした四方の壁をグレゴールが全く一人で支配しているような部屋にはグレーテ以外のどんな人間でも決してあえて入ってこようとはしないだろうそこで妹は母親の忠告によって自分の決心を翻させられたりしてはいなかった母親はこの部屋でももっぱら不安のために おおろろしているように見えたがまもなく黙ってしまいタンスを運び出すことで力の限り妹を手伝っていたところでタンスはやむを得ないとあればグレゴールとしてもなしで済ませることができたが机の方はどうしても残さなければならない二人の女がハーハー言いながらタンスを押して 部屋を出ていくや否や、グレゴールはソファーの下から頭を突き出しどうやったら用心深くできるだけ穏やかにこの取り片付けに干渉できるかを見ようとしただがあいにく初めに戻ってきたのは母親だったグレーテの方は隣室でタンスにしがみつきそれを一人であちこちとゆすっていたが タンスの位置を動かすことはできなかっただが母親はグレゴールの姿を見ることに慣れていない姿を見せたら母親を病気にしてしまうかもしれないそこでグレゴールは驚いて後じさりしてソファーの別の端まで急いで行っただが麻布の前が 少しばかり動くことを妨げることはもうできなかったそれだけで母親の注意を引くのには十分だった母親はピタリと足を止め一瞬じっと立っていたが次にグレーテのところへ戻っていった実のところ何も異常なことが起こっているわけではないただ一つ二つの家具が 置き換えられるだけだけとグレゴールは何度か自分に言い聞かせたにもかかわらず彼は間もなく認めないわけにはいかなくなったのだがこの女たちの出たり入ったり彼女らの小さな掛け声床の上で家具のきしむ音それらはまるで四方から数を増していく大群衆のように彼に働きかけ 頭と足とをしっかと縮めて体を床にぴったりとつけていたけれども俺はもうこうしたことのすべてを我慢できなくなるだろうとどうしても自分に言い聞かせないではいられなくなった女たちは彼の部屋を片付けているのだ彼にとって親しかった一切のものを取り上げるのだ 糸の子やその他の道具類が入っているタンスは二人の手でもう運び出されてしまった今度は床にしっかりとめり込んでいる机をぐらぐら動かしている彼は奨科大学の学生として中学校の生徒としていやそればかりでなく小学校の生徒としてあの机の上で 宿題をやった「ものだったもう実際2人の女たちの善意の意図を試している暇なんかないのだ」「それに彼は2人がいることなどはほとんど忘れていた」というのは2人は疲れてしまったためにもう無言で立ち働いていて彼女たちのドタバタいう重い足音だけしか聞こえなかった。 そこで彼ははい出て行き女たちはちょうど隣室で少しばかり息を入れようとして机に寄りがか,かっているところだった進む方向を4度変えたがまず何を救うべきか本当にわからなかったその時他はすっかりガランとしてしまった壁にすぐ目立つように 例の毛皮づくめの貴婦人の写真がかかっているのを見た。そこで急いで這い上がって行き、額のガラスにぴたりと体を押し付けた。ガラスはしっかりと彼の体を支え、彼の熱い腹に快感を与えた。少なくともグレゴールが今こうやってすっかり覆い隠しているこの写真だけは、 きっと誰も持ち去りはすまい彼は女たちが戻ってくるのを見ようとして今のドアの方へ頭を向けた母と妹はそれほど休息を取ってはいないで早くも戻ってきたグレーテは母親の体に片腕を回しほとんど抱き運ぶような格好だった それじゃあ今度は何を持っていきましょうとグレーテは言って辺りを見回したその時彼女のまなざしと壁の上にいるグレゴールのまなざしとが交差したきっとただ母親がこの場にいるというだけの理由でどう失わないように気を取り直したのだろう母親が辺りを見回さないように 妹は顔を母親の方に曲げて次のように言った。とは言っても震えながらよく考えても見ないで言った言葉だった「いらっしゃいちょっと今に戻らない?」グレーテの意図はグレゴールには明らかであった母親を安全なところへ連れ出し それから彼を壁から追い払おうというのだだがそんなことをやってみるがいい彼は写真の上に座り込んで私はしないそれどころかグレーテの顔めがけて飛びつこうという身構えだところがグレーテがそんなことを言ったことが母親をますます不安にしてしまった 母親は脇へ寄って花模様の壁紙の上に大きな褐色の一つの斑点を認めたそして自分の見たものがグレゴールだと本当に意識するより前に荒々しい叫び声で「ああ!」というなりまるで一切を放棄するかのように両腕を広げて ソファーの上に倒れてしまい身動きもしなくなった「グレゴールったら!」と妹は拳を振り上げ激しい目つきで叫んだこれは返信以来妹が彼に向かって直接言った最初の言葉だった妹は母親を気絶から目覚めさせるための きけ薬を何か取りに隣室へかけていったグレゴールも手伝いたかった写真を救うにはまだ余裕があっただが彼はガラスにしっかりとへばりついていて体を引き離すためには無理しなければならなかったそれから自分も隣室へ入っていった まるで以前のように妹に何か忠告を与えてやれると言わんばかりであっただが何もやれないでむなしく妹の後ろに立っていなければならなかったいろいろ小瓶をひっかき回していた妹は振り返ってみてまたびっくりした瓶が床の上に落ちて砕けた 一つの破片がグレゴールの顔を傷つけた何か腐食性の薬品が彼の体の周りに流れたグレーテは長いことそこにとどまってはいないで手に持てるだけ多くの小瓶を持って母親のところへかけていったドアを足でくシャリと閉めた グレゴールは今は母親から遮断されてしまったその母親は彼の罪によっておそらくほとんど死にそうになっているのだドアを開けてはならなかった自分が入っていくことによって母親のそばにいなければならない妹を追い立てたくなかった 今は待っているよりほかに何の手だてもなかったそして自責と心配とに駆り立てられて這、はい回り始めすべてのものの上をはっていった壁の上も家具や天井の上もはって歩きとうとう絶望のうちに彼の周りの部屋全体がぐるぐる回り始めた時に 大きなテーブルの上にどたりと落ちた。